うまくいかねえ。コントロール完成、まだまだ。うまくできたら完成、ガヤガヤ。なんかこうコツがつかみきれてねえんだよな。ってわけでもう一度話させてくれよ。タグ、仕方ねえな。よし、ハッツァン、悪いけどもう一度コツを教えてくれ。またかよ。つうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ。え、そうなの？リーと拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ。繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ。努力と根気で身につけろ。おお、ハッツァンっては俺のこと分かってんな。しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつだな、ナルト。こうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに物おじしねえし。え、なんでハッツァンに物おじしなきゃいけねえんだよ。なんでって、ナルトの度胸は超度胸。誰でも仲良し、なんかよし。旦那、お前とそっくりだ。Oh, yeah. まあいい、さっきの話に戻すが、コツはもう言い切った。アドバイスはもうできねえぞ。おっちゃんもハッツァンも言うんならそうなんだろうけど、でも言い訳して、言い訳ない。今はとにかく拳を交える、必要。手加減なしの手合わせ、これ必要。 OK、 すぐに始めるぜ。レッツスーパーバトル、イエー。おっと、返事がないぜ。変だな、ナルト。あん、おっし。戦闘開始。上がってこいよ、バカ野郎、この野郎。集中しやがれ、しっかりじゃないと大怪我。うっかり。わかってますかよ。キュービチャクラを完全にコントロール、それは無敵です。何だってんだよこの感覚。何言ってんだよ。何かやってんのか。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つかどうした、さっきからなんか引っかかっ、うん、実はさ、さっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ、それがどうにも気になって。そりゃ気のせいだな。
ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる。それ悪い。冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうする？ B、 何が？何がって、お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか？雷影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトにロッホー。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えたな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョウ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。